ストーカー。かなり昔、バイト先の後輩の話です。当時は高校生が携帯を持ち始めたくらいの頃で、18歳のその子は携帯を持っていなかった。今のうちからバイトをして大学生になったら自分で買うんだと言っていた。俺は彼女より年上で2年長くそのバイトをやっていたので、会うとよくバイトや勉強のことで話しかけられていた。ある日バイトを終えて控室に戻ったら、先に上がっていたはずの彼女がまだ椅子に座っていた。それも一人で。時間も時間だし、なんだか思い詰めたような感じだったから声をかけた。最近夜にバイト上がると誰か後ろからついてくる感じがするんです。一人でお店出るの怖くて、もしよかったら途中まで一緒に帰ってくれませんか。なんか適当に明るいこと話しながら家まで送った。男の俺がいるせいか、今日はついてこられている感じがしなかったとお礼を言われた。その一週間後、同じ時間にバイトを上がると、また控え室に彼女がいた。先週と同じか、もっと暗い顔をしていた。窓から部屋を覗かれてる気がするんですけど、怖くて確認できないんです。先輩と一緒に帰った日に後をつけてこなかったのは、もしかすると、もう私の部屋の外で待ってたからかも。彼女の家は一軒家で、部屋は2階。そんなところからどうやって覗くのかというと、塀から隣のマンションの物置みたいな小さな建物によじ登れる。そもそも地面の高さが違うので、その上からなら木の枝に身を隠しつつ覗けそうだという。というかその辺りから見られている気がすると言っていた。一応その日も同じように家まで送った。彼女が行っていた場所には誰もいなかった。下から見ただけだから確実じゃないけど、俺は今ある貯金で携帯を買ったらどうかと勧めた。夜道で家族と話しながら帰るとか、いざとなったら俺や友達を呼べるようにって。それからはその子は日に日に窓や人影に怯えるようになった。明るくて可愛い子だったんだけど、笑わなくなって、身だしなみを気にしなくなって、別人みたいだった。ある日俺が出勤すると、控え室にバイトを終えた彼女がいた。幽霊みたいでギョッとした。先輩、ベランダにいるんです、ストーカー。家族にカーテン開けてもらうといなくなってて、家族が出ていくと上からニュッと覗くんです。上から？そんなところ誰もいないはずだった。彼女の家の屋根に登るなんて、それこそ長いはしごが必要だろう。帰るためにはかけたままにしておかなきゃならないだろうし、ずっといるって言うなら俺だって人影を見ているはずだ。あと私携帯買ったんで、先輩の番号とメールアド教えてくれませんか。とりあえず連絡先を交換した。その晩早速メールがあった。今誰かがいます、怖いです。先輩は家ですか。もし今バイト好きだったら、ちょっと私の家の前まで来てもらえませんか。電話してもいいですか。立て続きにメールが来て、途中に何とか一回、今は家だよと返事ができた。すぐに着信があった。潜めた声で、もしもしと何とか聞こえる。帰ってるってバレるのが怖くて、昼から一度も電気つけてないんです。その時は夜の0時だった。そしたら隣のマンションの電気でカーテンの向こうが明るくて、影が
そこまで言って黙る。泣いているみたいだった。やっぱりベランダにいるんです。それに何か言ってるんです。多分いるんだろうって。ぶつ切れで話されるので、なんて言っているのかよくわからなくて何度か聞き返して、彼女はベッドの頭側の装飾板の影に隠れているそうだ。窓からは多分姿が見えない。隠れているベッドの装飾は穴が少し開いていて、何か感じた彼女がその穴から窓の方を覗いたそうだ。カーテンには大きな男の影がかかっていて、ほとんど窓にぴったりくっついているくらい影はくっきりしているそうだ。驚いて壁に肘をぶつけると、その後からボソボソ声が聞こえたのだという。いるんだろと。その声が聞こえているんだから、この電話の声も影の男に少しは聞こえているかもしれない。でもベッドの影から出ていくのが怖くて、男が諦めるのを待っているという。先輩、お願いです、助けてください。うちの前に来て人影がいたら警察に電話してくれませんか。もう家族も信じてくれないんです、覗かれてるって。すごく必死な訴えに、俺は分かったと言って電話を切った。それから頃合いを見計らって、見に行ったけど誰もいなかったよ、今ならリビングに移動できるよ、とメールを送った。見に行かなかった。でも本当に誰もいるはずがない。彼女の部屋のベランダには木を登ったって入れっこない。屋根と一緒で堂々とはしごでも使わなきゃ無理だ。ストーカーしてたのは俺なんだけど、もう彼女に興味なくなって家にいたし、いたとしたらきっと人間じゃないと思う。